さあ今回も語源に着目しながら英単語の世界を眺めていきましょう。こんにちは、マセランです。さあ今回は同じ語源の2つの単語に注目をして、それらの2つの単語を関連付けて覚えると、まあそうした話をしていこうと思います。さあ例えば態度というのはタイムと同じ語源です。タイムと同じ語源ということからも分かるように、態度は昔々は古英語の時代は時間といった意味を表していました。この時間といった意味が次第に意味が変わっていって、潮の満ち引きの時間、そして潮の満ち引きとこうした意味になっていきました。態度の意味として押さえるべきが一つ目として潮の満ち引き、そして二つ目として風潮時流とこうした意味もあります。まあ、この時流に関しては昔ながらの時間といったニュアンスが感じれる意味となっています。時流といった意味もあります。 Go with the tide、 時流に乗る。 Go against the tide、 時流に逆らう。さあ関連して、歳月人を待たずといったことわざは英語で何というでしょうか。さあ下線には何が入るでしょうか。 T でどちらも T で始まります。 Time and tide wait for no man、 Time and tide wait for no man、 まあこのようになります。態度はもともとは時間といった意味でした。このことわざにおいては、この昔ながらの古英語の時間といった意味がこのことわざには保存されています。まあこのようにことわざというのは、言葉の古い用法というのが見られる場合がよくあります。さあ続いて sorrow です。このソローというのは、この見た目からも分かるように、このスルーと同じ語源です。スルーというのは、例えば go through the tunnel、 トンネルを通り抜けるように使います。つまりスルーというのは、トンネルの入り口から出口までスルー通り抜けると、まあ、こうした意味に使うわけですけれども、ソローもこのスルーと同じようなニュアンスを持ちます。つまりソローというのは、この初めから最後までソロー徹底的なと、まあ、こうした意味になります。ソローは徹底的なという意味です。例えば do a thorough investigation、 do a thorough investigation、 徹底的な調査をするといった意味になります。副詞形として ly をつけて thoroughly、 徹底的にといった意味になります。初めから最後までを through を通して thorough、 徹底的なというふうに押さえておくといいと思います。さあそしてフォースターです。このフォースターですけれども、フードと同じ語源です。つまり古い英語、古英語においては、誰々に食べ物を与えるといった意味で使われていました。さあそこから意味が変化して、現代においては一つ目として他人の子供を養育する、二つ目の意味として才能などを育成すると、まあ、こうした意味になります。 foster creativity、 想像力を育成する。まあ、ちなみに foster というのは、一時的に他人の子供を養育する場合に使われて、誰々を養子にするといった意味では adapt を用います。 adapt an orphan、 孤児を養子にする。 adapt an orphan、 孤児を養子にする。そして関連して feed、 こちらも food と同じ語源です。このフィードはもうまさにフードのそのままの意味で、何々に食べ物を与えると、こうした意味になります。ただこのフィードに関して押さえるべき、まあ、重要な熟語があります。be fed up with、 何々にうんざりしているというのがあります。つまり、まあ、うんざりしているというのはフィードを与えるですから、もう与えられてもこれ以上いりませんよと、まあ、そうした状態、be fed up with、 うんざりしているというふうになります。 I'm fed up with work、 仕事にうんざりしている。そして次です、drought です。この drought ですけれども、 dry と同じ語源です。つまり、土地が乾いた状態、土地がドライな状態になるというのが、ドラウト、干ばつといった意味なわけです。ドラウト、干ばつ、ドラウト、干ばつ。さあ、続いて、シェイドとシャドウ。こちらも同じ語源です。シェイドは日陰、もしくは谷陰といった意味になります。sit in the shade of a tree、 木陰に座る。まあ、ちなみに、シェイドもシャドウも同じ影といった意味ですけれども、漢字としては通常このように使い分けをしますので、この点も押さえておくといいかと思います。さあ、そして冒頭で、問いました。こちらです。stir と storm、 これは実は同じ語源です。つまり storm というのは嵐といった意味ですから、嵐でもぐちゃ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 とするのが嵐ですから、そのぐちゃぐちゃのイメージで stir、 嵐のようにぐちゃぐちゃとかき混ぜるといった意味になります。 stir は答えは、3番かき混ぜるといった意味になります。 storm、 嵐のように stir、 かき混ぜると押さえておくといいかと思います。さあそして次です、utter です。この utter は out、 外といった意味を表す out と同じ語源です。つまり、声を out、 外に発するというのが utter と、こうなるわけです。 utter は動詞で何々を発する。例えば utter a cry、 叫び声を発する。形容詞の意味として全くのといった意味もあります。utter nonsense、 全く馬鹿げたこと。名詞形として utterance、 発言。 utterly、 ly がつけて副詞になって、全くと、こうした意味もあります。utter 発する、 utter 発する。さあ続いて sore です。この sore ですけれども、 sorry と同じ語源です。 sore は形容詞で痛いといった意味です。つまり、心が痛むときに、心が sore、 痛むときに I'm sorry と言うと、まあ、こういうふうに押さえておくと良いかと思います。 sore は形容詞で痛い。 I have a sore throat、 喉が痛い。そして注意しないといけないのが、同じ発音で SOAR で急上昇すると、まあ、こうした単語もあります。
The price of oil is soaring. 石油価格が急上昇している。さあ続いて dawn です。この dawn というのは day と同じ語源です。dawn は名詞で夜明け、動詞で夜が明けると、こうした意味になります。まあ、つまり夜が明けて dawn、夜が明けて新しい day、一日が始まる。まあ、こういうふうに整理しておくと良いかと思います。dawn は夜明け、夜が明ける。linger long、これらも同じ語源です。linger は動詞で残るといった意味です。つまり long、長い時間 linger 残ると、まあ、このように整理しておくと良いかと思います。linger 残る、linger 残る。The faint smell of her perfume lingered in the room. The faint smell of her perfume lingered in the room. 彼女の香水のかすかな香りが部屋に残っていた。Deed と do はこれ同じ語源です。Deed は行いといった意味です。Do a good deed 良い行いをする。Deed は行いといった意味になります。そして、burden と bear こちらも同じ語源です。bear というのはいくつか意味がありますけれども、一つ目として運ぶ持つ、二つ目として産む、三つ目で何々を我慢すると、こうした意味がありますけれども、この bear の三つ目の我慢すると、これと関連して burden、 これは重荷といった意味になります。まあ、つまり burden、 重荷を bear、 我慢すると、まあ、このように整理しておくと良いかと思います。 burden は重荷です。関連して bear と関連しまして、 bear all in mind、 all を心に留めると、まあ、この表現も押さえておくと良いかと思います。イコール keep all in mind、 bear all in mind、 keep all in mind。さらにこの bear ですけれども、同じ発音でスペルが違うものがありますね。こちらも注意して押さえておく必要があります。bare で形容詞裸のといった意味になります。walk in one's bare feet、 素足で歩くといった意味になります。続いて own と own ですけれども、この own と own というのは形も似てますけれども、同じ語源ということになります。own はこれ動詞で何々を所有する、形容詞で自分自身のといった意味になります。そして owe ですけれども、この owe というのは少しややこしいですけれども、一つ目として owe 人お金、もしくは owe お金 to 人といった形で、人にお金を借りているといった意味になります。二つ目として owe a to b の形で、 a は b のおかげであると、こうした意味になります。 I owe him 1000 yen、 私は彼に1000円を借りている。 I owe my success to you、 私の成功はあなたのおかげである。さあ、ドラッグですけれども、ドラッグはドローと同じ語源です。ドローというのは何々を引くといった意味で使われますけれども、同じように引くといった同じ漢字が使われてあります。ドラッグは重いものなどを引きずるといった意味になります。Drag the heavy table into the room。 部屋に重いテーブルを引きずると。まあ、ちなみにパソコン用語として、ドラッグ&ドロップというのがありますけど、つまり、ドラッグ&ドロップというのはファイルをドラッグ、引きずってドロップ、落とすというのがドラッグ&ドロップと、まあ、言うわけです。さあ、フリーですけれども、これは、フリーはフライと同じ語源です。つまり、まるでフライ、飛ぶかのようにフリー逃げると。まあ、こういうふうに整理しておくと良いかと思います。フリーは逃げるといった意味になります。フリー from the battlefield。フリー from the battlefield。戦場から逃げるといった意味になります。フリーは逃げる。そして、arise と rise。こちらも同じ語源です。rise は自動詞で上がるといった意味でした。arise もこちらも自動詞で生じるといった意味になります。many problem arose。多くの問題が生じた。まあ、そして関連して、rear raise。 先ほど rise は自動詞で上がるでしたけども、 raise は他動詞で上げるです。 raise は上げるのかに何々を育てるといった意味もありますけれども、そしてこの rear raise、 こちらは同じ語源で、 rear も同じように育てるといった意味になります。まあ、ちなみに形容詞形名詞で後ろの後ろといった意味もありますので、こちらもセットで押さえておくと良いかと思います。そして away と wait。Wait というのは通常自動詞で待つといった意味ですけれども、await は他動詞で何々を待つといった意味で使われます。まあ、つまり、wait for といった言い方の固い言い方が、await ということになります。await 何々を待つ、await 何々を待つ、他動詞で使われます。さあ、最後に問題です。fair というのはどのような意味を表すでしょうか。まあ、この fair というのは、お金を表すわけですが、どのようなお金を表すでしょうか。1から4のどれでしょうか。考えてみてください。さあ、実はヒントとしてこのフェアというのはファーレンと同じ語源です。このファーレンは実はこれドイツ語なんですけれども、このドイツ語のファーレンというのはこれ動詞で乗り物で行くといった意味を表します。Ich fahre nach Deutschland. Ich fahre nach Deutschland. 私はドイツに乗り物で行きます。さあ、このファーレンと同じ語源ということを踏まえると答えは2の運賃になります。フェアは運賃となります。フェア運賃、フェア運賃。A taxi fare, a bus fare, a train fare. タクシー、バス、電車の運賃ということになります。関連して welfare。この welfare というのは well がこれはいいといった意味で、fare は先ほどファーレンもありましたけども、行くといったニュアンスもありますから、いい風に物事が行くということで、幸福福祉とこうした意味になります。welfare、幸福福祉。social welfare、社会福祉。先ほどの他の選択肢も少し見ていこうとします。
利子は interest になります。利子は interest。そして罰金は fine penalty になります。そして4番ですけども、revenue 歳入。さあ、最後になりますが、関連してお金にまつわる英単語を少し、確認してみることとします。withdraw。さあ、withdraw には draw 引くといった、この draw があります。意味としてもやはり引くといった漢字が使われています。何々を引き出す、何々を引っ込める。その引っ込めるイメージからさらに、撤回する、撤退させる、撤退するとこうした意味にもなります。withdraw 1000 yen from a bank account。銀行口座から1000円を引き出す。withdraw my hand。手を引っ込める。withdraw my previous remarks。前に述べた発言を withdraw、撤回する。fee です。この fee ですけれども、医者や弁護士など専門職の人が受け取る、まあ、報酬といった意味があります。lawyer's fees、弁護料、medical fees、doctor's fees、医療費、tuition fees、もしくは単に tuition、授業料といった意味になります。さあ、チャージです。このチャージですけれども、サービスに対して支払う料金といった意味があります。そして、やや難しいですけれども、告発といった意味もあります。electricity charges、電気代、telephone charges、電話代、postal charges、郵便料金。そしてよく見る表現として free of charge 無料でといった表現もあります。そしてやや難しいですけれども be in charge of 何々の責任者であると、まあ、こうした表現もあるのでこちらも押さえておくと良いかと思います。そして動詞として使われる場合何々を請求する、何々を告発するとこうした意味にもなります。さあそして admission fee 入場料入学金。そして rent 家賃何々を有料で借りる、有料で貸す。ちなみにこのレントですけれども、日本語でもレンタルビデオといった日本語にもなっています。レンタルビデオはもちろん有料で借りるわけです。レントは有料で借りる、有料で貸す。そして、キャッシュ、現金。pay in cash、もしくは pay by cash、現金で払う。チェンジ、小銭、お釣り。そして、インカム、収入。サラリー、給料。wage、この wage というのは主に肉体労働での賃金ということになります。wage、賃金。そして、トールですけども、このトールは高速道路などの通行料といった意味になります。つまり、まあ、高速道路を通るときに払うのがトールというふうになるわけです。通るときに払うのがトール。通行料となります。さあ、実は今回の動画では、古英語時代から脈々と受け継がれている英語本来語を中心に見ていきました。実は画面に出ているこれらの単語は全て古英語時代から受け継がれている単語です。さあ、今回の動画いかがだったでしょうか。さあ、それでは今回はこの辺で。お相手はまさちゃんでした。